皆様、聞こえますでしょうか。よいしょ。はい、元気に出ちゃったけど、元気な感じで出る雰囲気の感じでもありませんよね今日ははい、来てくれてありがとう。お、佐藤さんが内容知ってるのでご挨拶だけしてアーカイブします。ついネタバレとかしたくないです。皆さん楽しんでくださいね。高評価しときます。ありがとうございます。アーカイブでどんなだったか緊張する見てください。ありがとうございます。こんにちは、聞こえてます。音量 OK です。その音量じゃない。なんで二人もなんで二人ともそうなの仲良し子よっていうことは怖いじゃん。こんばんは。はい、ホラーと言ってもねえ、ホラー嫌いの作者様ってことですから、そんな言うてね、そんな意地悪なことをしてこないでしょうという気持ちですけれども、いかがなんでしょうか。まずはね、こちらをご覧いただきましょう。本日、あ、そうだ、その前に自分のことを言わないと。皆様、秘密基地へようこそと、秘密基地のアルジュニアギャル声優の宮沢です。よろしくお願いしまーす。しまった、キーバインド来たまま。よいしょっと。キラキラというわけで本日は、ホラー嫌いの方が作られたホラーゲーム、アクアリウムは踊らないをプレイしていきたいんですが、まずは、こちらをご覧ください。脱出のヒントはただ一つ。水族館の生き物になり、彼女たちの秘密を解け。私はスーズ。君こそ、誰？抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。ルルは毎日楽しいのがいいな。私は早くここから出なきゃいけないのよ。何度見てもとっても素敵ですわ。あそこだ、小さい女の子が襲われてると。死なきゃ、あの子食べられちゃう。スーちゃん、おう、ごめん、ぼーっとしてた。スーズ様、あなたは私が守ります。食べたなれよ。私は食べても美味しくないわ。生きてるか、死に損ない。裏切り者は誰だ。アクアリウムは踊らない。あれ、私この空間に来る前、どこにいたんだっけ。はい、というわけでツイッターでこちらのね、 PV に声を当ててみようという企画に参加させていただいたんですけれども、当然やるよね、本編もみたいな感じでして、はい、よいしょというわけで、よいしょっと、こちらの PV のような一体何がっていうシーンがいっぱいありましたね。楽しみです。じゃあ、渋いですねとか言っていただいてる、ありがとうございますはい、これ、操作がキーボード、まあ一応マウスも使えるっぽいんですけど、キーボードが基本的に操作っぽいので、あの操作方法をちょっと隙間に出しておきました
私が忘れてそうだったら、皆さんシフトでダッシュできますよとか言ってあげてください。いやー頑張ろう。よいしょ。ではチケットを持っているので、かっこサムネ参照、入り口から始めていきたいと思います。ドキドキ。あそこ、これキーワインド外しとかないと。怖い。いや、実況機です。実況機です。どこ？ここ。どこだ？なんだ？なんかちょっとよくわからない絵画が飾ってある。私にも描けそう。建物の絵画が飾ってある。ドアには？あ、調べる。か、これ、おお。102号室と書いてある。あいつがいるのは103号室だ。誰かに会いに行くの？ここ怖い。音怖い。103号室と書いてある。中に入りますか？はい。誰の声で喋ればいいの？お、来たな、スズ。誰でもなかったかな？うん？これやるよ。年下のくせに、相変わらずこいつはタメ口だな。水族館のプレミアムチケット？俺、病院から出られないからさ、代わりに行って感想を聞かせて。男の子なのか？何さ、弱気になって。ちゃんと自分で見に行きなよ。それに私、水苦手なんだけど。そこをなんとか。ちゃん、すーちゃん、すーちゃん。かわいい、かわいい。素敵なところだ。すーちゃーん。おー、ごめん。ぼーっとしてた。珍しいかも。海で溺れた時のことを思い出してたの？12年前だっけ？違う。別に、水なんて怖くない。そうなの？まあ、いっか。そういえば、このプレミアムチケット、スーちゃんのところの病院の患者さんからもらったんでしょ？そうそう。いつものあいつから。ああ、あの小学生の男の子。優しいね。私は水が苦手なのに、仕方ないやつだ。まあまあ、これも何かのご縁ってことで。ルルが行きたかった水族館のチケットを、スーちゃんがたまたまもらったのも、ご縁だよ。ご縁ね。スーちゃん、昔からルルの行きたい場所に一緒についてきてくれるから。たまにも、スーちゃんが行きたいところでもいいのに。いいよ、私は。行きたい場所も思いつかないし。そうなの？
遠慮しないで、スーちゃんが決めてもいいんだからね。水族館、楽しみかも。早く入ろう、入ろう。行きたい場所なんてないからな。意味深じゃん。なんだろう、タラちゃんかわいいね。後ろから話しかけようね。あ、後ろ姿もかわいいね。わー、水族館楽しみかも。どんなお魚さんがいるのかな。ね、スーちゃん。もうすでにね、飾ってあるよね。水槽に照明の光がキラキラ反射している。水槽に触れるとひんやりしている。じゃあとりあえずここが受付でしょうね。受付をして中に入りますか。はい。こんにちは、ビアンカ水族館へようこそ。チケットはお持ちですか。あ、ドルちゃん歩いてきてくれた。ちゃんときかわいい。お願いします。はい、お預かりいたします。プレミアムチケット、お客様珍しいものをお持ちなんですね。なんだか嬉しいですわ。え、そんなすごいものなんですか。珍しいですわ。期間限定、数量限定のもので入手が困難なんです。へえ。プレミアムチケットをお持ちの方は特別サービスがつきますわ。バックヤードツアーバックヤードツアーやイルカとの遊泳、年間パスポートへの無料切り替えなど特典が様々なんです。そして館長の妻である私クリスが専属で水族館を隅々までご案内いたします。え、水族館案内してくれるんですか。ええ、よろしくお願いいたします。お名前は。私はスーズ、こっちがルル。かしこまりました。スーズ様、ルル様、では早速参りましょうか。クリスちゃんいなくなっちゃったらここ誰が見てくれるんだ。入り口に誰もいなくなっちゃうのかな。かわいい。ここからはご自由に水槽をご覧ください。私が解説いたします。普通に水族館ゲームみたいで全然今のところ平和じゃないよ。危険だ、逃げろ。いかがなさいましたか、スーズ様。人間に戻れなくなる。耳がぶかれるかと思ったでござるよ。何スーちゃん、どうしたの。いや、ごめん、なんでもない。そっか、よかった。今日のスーちゃんはボットさんかも。気のせい。知らない子だ。ギョエ、失礼したです。ついぼーっとしてたです。こちらこそごめんよ。お二人ともけが、おけ、お、おけがはありませんか。ただぶつかっただけ。大丈夫。こちらも大丈夫です。わあ、かわいいヘッドホンだね。この間人気ですぐ売り切れてたやつかも。
そうです、予約するの大変だったですよ。紫のお姉さん詳しいんですね。なんか嬉しいです。そうかな。でもでもでも、浮かれて音楽に夢中になってたらこの有様だったです。気をつけるですね。ああ、そうしてください。それじゃ失礼するです。可愛いけど PV で見なかった子だ。さて行きましょうか。何だったんだろう、何かなのかな。魚が気持ちよさそうに泳いでいる。何の魚だろう。こちらはキイロハギとマダイです。とっても色が鮮やかでお子様にも人気ですわ。あーまあ、やはり水族館は落ち着くよ。おじいちゃん、わ、タコだ、でっかいな。こちらは水ダコですわ。タコの中でも最大級の大きさで、大物だと 3.5 メートルにもなるんです。うんにょうんにょしてるね。スーズコメントなし。わー、青くてでっかい。こちらはメガネ持ちの魚です。目にある黒い模様がメガネのように見えることからこの名前になりました。別名ナポレオンフィッシュとも言いますね。でっかいし、よく見ると目がギョロギョロしてる。怖。こっちはなんかの光ってる。トゲトゲ、毒がありそうだね。こちらはミノカサゴですわ。スーズ様のおっしゃる通り猛毒を持っています。この優雅に泳ぐ様に反して実はとても凶暴なんです。こんなに可愛いのにね。見たいね、笑顔ね。笑顔見たいね。あー、丸くて可愛いね。ね、スーちゃん、これは可愛いの。こちらはトラフグとシマフグです。ご存知の通り、威嚇をする際に体を風船のように膨らませます。またフグは毒を持っていることでも有名ですわね。1、2ミリグラム程度のごく少量でも致死量ですわ。お気をつけくださいませ。フグ美味しいのにね。美味しく食べさせてくれる料理人さんたちに大感謝だね。おお、これはなかなかグロいな。こちらはウツボです。見ての通り鋭い歯を持っています。しかし性格は臆病で、人間から強い刺激を与えない限りは攻撃してくることは少ないんです。目がまん丸だ。人ではどうして星の形をしているんだろう。不思議だ。人で、この前じゃないとダメか。よっ、ヤドカリさんだ。小さくてとってもキュートですよね。ヤドカリはお腹が柔らかく傷つきやすいので貝殻で守っているんですよ。なるほど。イカさんだ、ピカピカ。本当だ、綺麗ね。同じだ。おいしそう。観賞用です。イカは見た目が白く透明で美しいですし、食べても美味しいですわ。そして皆様ご存知のイカスミですが、かつて
セピア色の絵の具として使われていたんです。セピアというのはラテン語で紅いかを意味するんですよ。お、来てくれたみんなありがとう。ゆっくり見ていってね。ウミガメのオブジェだ。おーおーおー、誤ってボタン押してしまった。え、間違ってセーブしてしまった。セーブボタン押しちゃった。セーブボタン、セーブボタンどれなの、これか。違った、メニュー画面だから。かわいい、ここで立ち見れるんだ。キャンセルも、あ、なんか SE いいね。わしもかつて水族館で働いておってな。懐かしいの。おじさん。あ、オレンジのミミズ。ミミズではありませんよ。チンアナゴとニシキアナゴです。砂から顔を覗かせている様子がユニークで可愛らしいですよね。砂から出ている部分は体のほんの一部で、全長は35センチ程度もあるんです。ミミズというより、ヘビに近いな。あ、ルルこれ好きだよ。ウミウシさんだよね。ご名答です。のんびりしていて、見ていると癒されますね。頭に触覚があるのがわかりますか？これが牛の角に見えることから、ウミウシという名前になりました。色や形、大きさは様々で、3000種類も確認されているんです。そんなにいっぱい？全部見てみたいかも。ウミウシさんになって、綺麗な海をお散歩してみたいな。なんて可愛いんだ。あ、この先廊下が二つに分かれてる。とりあえずどっち行こう。こっちかな。うん。わ。おお。綺麗。こちらはクラゲゾーンですわ。ビアンカ水族館の見どころの一つなんです、うん、館長はクラゲが大好きでして、この空間はとてもこだまっていましたわ。いつ見ても綺麗ですわ。水槽に照明の光がキラキラ反射している。この辺全部かな。あ、そんなことなかった。違うものもあった。クラゲがふわふわ泳いでいる。一体何を考えているんだろう。基本的に誰のものでもなさそうなナレーションはスーズの声で読みます。同じやつはキャンセルします。時間の短縮のために。よいしょ。クラゲコーナー綺麗だね。でもどこの水族館さん行っても結構ね、力が入ってたり綺麗だったりするもんね。壁は特に奥のところはない。ちょっとなんかこだわりの配置っていうぐらいだから、なんかありそう、こだわり配置に。こっち行くと、あ、さっきの女の子が歩いてるね。こっち行くのと、こっち行くのと、あー、こう、ぐるっと回ってくっついてる感じかな。じゃあ、クラゲコーナーの奥からぐるっと回っていくよーっと。L字になっててなんか戻ってきそうだもんね、あそこに。さっきの子に喋ってみる。な、さっきの水色のお姉さん、クラゲかわいいですよ。
ここの水族館お気に入りなんですよね。住みたいくらいです、なんちって。ここの水族館にはよく来るの？はい、よく来るですよ。年間パスポートも持ってるです。ほらほら、おお、かわいい。わあ、かわいいデザインだね。裏には顔写真が入るんですよ。トイちゃん、本当だ、立派なカードだ。2012。結構会員がいる。欲しくなっちゃうね。でしょでしょ、いつもポケットに入れてるんです。ここの水族館が気に入ったらぜひです。今日初めて来たんだもんね、スージたちはね。チケットもらって。同じクラゲでもこんなに種類があるのね、勉強になるわ。制服のお嬢さん、カラージェリーフィッシュ、カラフルで美しいクラゲですよね。こんなにいろんな色がついているのに、なぜ色がつくのかまだ分かっていないんです。水クラゲだ。なぜだか親近感が湧く気がする。ん？幽霊クラゲって言うんだ。確かにお化けみたいかも。名前の通り幽霊のように怪しく白く透き通っているのが特徴です。幽霊に連れて行かれないように気をつけてくださいね。怖い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 、よく考えたら怖いゲームやってるんだった。ちょっと今水族館を堪能していたから忘れていたけど。天草クラゲ、リボンみたいなクラゲだ。美しい見た目に反して猛毒を持っているんです。また天草クラゲ以外のクラゲ、つまり仲間以外のクラゲを食べてしまうんです。そんな一面も美しいですわ。怪しくなってきた。クリス姉さんが怪しくなってきた。わあ、赤いクラゲだ。その見た目の通り赤クラゲと言います。乾燥させると刺胞が舞い上がり、それが鼻に入るとくしゃみが止まらなくなります。そのため別名ハクションクラゲとも言うんです。大魔王や。わあ、水玉模様で可愛いかも。ぽってりしてるね。こちらはタコクラゲと言います。付属器が8本あるためこの名前なんですよ。毒は弱く、刺されてもほとんど痛くありません。そのためペットとして飼育する方もいらっしゃるみたいですわ。お、戻ってきた戻ってきた。合流。ママ、クマノミだ。シマシマだね。そうね、白とオレンジのシマシマね。なんだなんだ、いるのか。これは見たことある気がする。こちらはクマノミです。イソギンチャクに住んでいることで有名ですね。イソギンチャクには視細胞があるのですが、クマノミはそれに順応する能力があります。これにより天敵から身を守っているのです。とても賢いですわね。つる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 、ギリギリを滑りながら読んでしまった。ドレスみたいな金魚。金魚は赤がとても鮮やかで美しい魚ですが、実はフナが突然変異して誕生したんですよ。羽化してすぐは黒いのですが、徐々に赤に変化していくんです。そうなんだ。
勉強になりました。友人と彼女と来るのもいいけど、一人で来るのも悪くないな。ん？友人と、まるで君、友人と彼女がいるよみたいに、いるよ？なんか言い方してあげて、うんうんうん、あ、そうそう、そうだね、友人と彼女と来るのも楽しいよね。なんてね、意地悪いってね。綺麗な魚。こちらはベタという熱帯魚ですわ。白くてとても美しいですよね。まるでドレスのようなヒレが特徴です。この大きなヒレを広げ、体を震わせることで威嚇をします。こんなに可愛いのに喧嘩しちゃうんだね。やっぱりね、縄張り争いとかもあるだろうしね、お魚の世界にも。よよ、あ、うまく止まれない。カニさん、かわいいね。こちらはサワガニですわ。カニの大きさは数ミリ程度の小さいものから、足の両端まで3メートル以上にもなるものまで、さまざまな種類がいるんですよ。よかった、足が短いタイプだった。ふう。タツノオトシゴって、形がユニークで素敵ね。よいしょ。タツノオトシゴだ、かわいいかも。タツノオトシゴはくるっと丸まった尻尾を水草に巻きつけて擬態します。そのためなかなか見つけにくいんです。とてもかわいらしいですわ。ひょこひょこしてる。赤島白ひげエビですわ。赤島白ひげエビですわ。赤い模様が鮮やかで素敵ですね。クリーナーシュリンプと言われており、魚の表面についた寄生虫を掃除してくれるんです。水族館のお掃除もぜひ手伝ってほしいですわ。なるほどね。この先に進みますか。え、お、え、はい。あ、でけえ。何もいない水槽。なんで？こんな大きな水槽なのに、なぜ一匹も生き物がいないか疑問に思いますよね。何もいない水槽も雅だとは思いませんか、スーズ様。今セリフのウィンドウの後ろでルルちゃんが今移動してたけど、はぐらかす気か。以前ここにはビアンカ水族館の人気を取り戻してくれた生き物。違った。言い方を変えればビアンカ水族館の命の恩人が暮らしていたのです。命の恩人。サメです。ホオジロサメ。へえ。サメを展示する前は周りの新しい施設にお客様が流れてしまい、ビアンカ水族館は廃館の危機を迎えていました。かなり古くて小規模な水族館ですから、無理もありませんわ。そんなある日、館長が目の前の海で傷だらけになっているサメを見つけたのです。館長は傷だらけのサメを水族館へ連れ帰り、看病いたしました。あの時はびっくりいたしましたわ。そして館長は天からの贈り物だと言い、このビアンカ水族館で飼育展示することを決めたのです。しかし水族館でホオジロザメを展示するのは
世界でもほとんど類を見ないほど珍しいことでした。そうなんだ。なんかホウジロザメってなんかなんていうんだ、私も知ってるぐらい有名なサメさんなのに水族館では展示されていないんだ。知らなかった。もちろん反対する従業員もいました。しかしサメはみるみる元気になりまして、試しに展示してみたところ大好評だったんです。ホウジロザメは町中の話題になり、お客様が一気に押し寄せたのです。その結果経営は回復、水族館を存続することができました。ホウジロザメがいなかったらビアンカ水族館も私ももういなかったでしょうね。クリスさん、そのサメは今はどこに？生きてるか、それとも亡くなってしまったか、どっちだと思います？この人、意地悪だ。冗談ですわ。まだ生きていますよ。事情があって、水族館の裏で管理しているんです。とっつきにくい。しかもホウジロザメは、ある特徴があって。って、あら？スーズ様、ドゥル様がいらっしゃいません。私も気づいてたよ。私も気づいてた。げ、確かにいない。ドゥル、また一人でちょこまかして。ドゥル様を探しましょう。私はこの先を探しますので、スーズ様は戻ってみてくださいまし。いやでも私左側に行ったと思うんだけど。わかりました。そっちはお願いします。ルルを探さなきゃ。いや、こっちに行ったの知ってるんだけどな、ミア。まだ探してない部屋がある。あっち行ったんだけどな。いませんでした？いないね。ドゥルー、ドゥルちゃん、次いらっしゃい。ドゥルちゃん、いないね。いないね。見ませんでした。あ、カメちゃんに聞いてみようかな。カメちゃん、ドゥルちゃん見なかった？あ、この子がセーブポイントなんだ。ウィムッシュ。そういうことか。こっちは入り口だ。さっきなんかセーブ誤ってボタンを押しちゃったかと思ったけど、じゃなくてあのウミガメさんがセーブポイントなんだね。こんばんは、来てくれてありがとう。今はいなくなったルルちゃん探してます。ルルがいない。先に行っちゃったのかな。こっちはクリスさんが探してくれるとは言っていたけれど、ここにもセーブポイントちゃんが一人になってしまった。寂しいの。オートセーブもされてるみたいだけど。う、海だ。水が近い。うん、ルルを見つけなきゃなんだ。行かなきゃ。キラキラしてるぞ。勇気を出してキラキラを拾います。パールのブレスレットを拾った。
これ、出るのだ。なんで水槽の中にあるの？レル、一体どこへ？助けて、けて、助けて、ああ、怖い。泡になっちゃった人魚姫だったの。苦しい。この感覚、そうだ。12年前に、小さい頃に海で溺れた時の。助け、あそこだ、小さい女の子が襲われてるぞ。助けろ、早くしなきゃ、あの子食べられちゃうわ。食べられる、なんだっけ。確か私は大きな何かに。ホウジロザメかな。わっ、怖っ、荒廃してる。なになに。どこ、ここ、まさかルルもここに。早く探さなきゃ。わあ、何も読めない。文字化けしております。文字化けを しております。バグでございますか。顔だけ真っ黒に塗りつぶされた写真が落ちている。なになに、これこっちは戻れない。戻れないな。怖い。音楽も怖い。うー、なんか怖い。うーん、あとなんかさっきとちょっと質も違う感じがする。なにこれ。血のように赤黒い水槽でクラゲが泳いでいる。なにこれ、全部壊れてる。いけない、いけるとこ行く。ウミガメさんは元気。いや、全然そんなことなかった。でもセーブしてくれる、やさぴ。若い女性と男性が笑顔で写真に写っている。額縁には大量の血液がついている。怖い怖い怖いよ。何？何があったのここに。うおー、怖っ。あ、トイちゃん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 大丈夫？うん、痛いです。誰か、どこ。君、もしかしてさっきの。なんで血だらけなの。それにこの足、人間の足じゃない。だ、誰かいるの。何も見えない。痛い、痛いよ。鍵なんだ、なんか浮いてるけど、どういうことなんだ。あ、ここは調べれる。調べとこう。うーん、読めない。水槽の中から不気味な声が聞こえる。ひえー、なになになに、助けて助けて助けてって書いてある。うおー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 。こっち出口、出口ってか入り口、入り口、入り口戻ろう。あれ？あ、ん？逆転し、逆になってるか？え、でも全部、全部クラゲになってる。誰かに話しかけられているような気配がする。
じっと見ていると水槽の中に吸い込まれそうだ。ん？お腹鳴った。怖い怖い怖い。電話？電話的な何か？あれ？ここ入り口だ。電話が鳴っている。受話器を取りますか？まあ取るしかなかろうな、こんなの。うわっ！なに？なんか影が入ったで、今すずちゃんの中に。誰かの日記の端切れが落ちている。字もかすれている。今日もは調子が悪い。私の願いの詰まった深海の石は今日も美しく輝います。こんなに愛しているのに、あなたが好き。クラゲもこんなに熱ったのに、あなたはどうって。私のものじゃなの。私、あなたと同じ人間にはなれい。なんで好きなに、なのに、こんなに好きなのに、好き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 。真っ赤な字で何か書いてある。早く逃げて。後ろ後ろ後ろ、え、後ろ。メモが落ちている。巻き髪の彼女はまだ生きている。巻き髪の彼女、トゥルちゃん。文字が書いてある。これ、血だよね。本みたいなやつは調べれないのか。怖っ。セーブしとこ。あ、静かになった。おー、びっくりした。さっきでも行きそびれたとこある。客かなって来ちゃったとこあるから探しきれてないかも。怖いよ。ん？こんな長い廊下なかった。ああ、ちょっと自力で歩いてる。出口がない。どういうこと？この先に出口があるの？でも一応青くなったよ。赤じゃなくて青になった。刃物みたいな。こんな偏僻な場所に客とは驚いた。一体どうやって入ってきた？怖い怖い。抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。かっこいい。誰だ貴様は。おー、オープニング始まった。だいだいさん、ありがとう。あー、びっくりした。ここからが本編。もう1時間くらいやったけど。ひえー、素敵な水族館を
体験していたと思ったら、今ここよ。どういうことよ。お前も、お前も誰だ。ほう？かっこいい。この状況で素直に名乗らないとは、肝だけは座っているようだな。まずい。隙がない。逃げられない。となると、貴様、奴の手下か。奴って、何のこと？さっき迷い込んできたばかりで、わけわからないんだけど。図星ならそう答えるのが自然か。ここで逃がして厄介事を起こされたら余計手間取る。今ここで死ね。は？ちょっと待ってよ。私は何も。待て。お前まさか。何の音？こんな時に限って。なんやなんや。今のうちに。なんだ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 。とりあえず逃げれたっぽい。セーブポイントだ。セーブセーブセーブ。あ、う、あ、動かない。あとなんか足跡が不穏、不穏な色をしている。なんとか逃げ切れたのかな。というか、改めて、どこなんだろう、ここ。さっきまでいた水族館とは明らかに違うし。これだけ歩いても出口がないなんて、おかしいよな。それにルル、どこまで奥に行ったんだ。変な軍人みたいな人も、化け物もいるから、戻るわけにもいかないし。ルルを探して、ここから出る。できるの？こんな私に、あんな化け物相手に。でも、行かなきゃ。ルルは親友なんだ。ルル、無事でいて。とりあえずセーブしよう。足跡が、ここで何かが起こっている。ということは、でもここから入ってこっちに行っている。熊の実。泳ぐ元気のない魚がいる。大丈夫か、こいつら。お腹でも空いているのかな。左の水槽を心配そうに見つめている。あっちの魚は元気がないのか。この子だけ。お腹が空いているかもしれないということを覚えておく。どこかに餌が、フグに、フグも見ておくか。あ、特に何もない。ここも？特に何もない。鍵がかかっている。あ、そういうこと？なるほど。わかった。何も起こらない。どっかにヒントがあるのか。これは水で通れないと。
タチノオトシゴ、タチノオトシゴ。ん？車椅子？ん？かな？古い新聞が落ちている。海岸に傷だらけのサメ。半日午前7時頃、ビアンカ水族館の館長が水族館近くの海岸に打ち上げられている巨大なサメを発見した。サメの種類はホウジロザメと見られる。体長約6メートルにも及ぶ大型である。打ち上げられたサメは現在ビアンカ水族館が保護しており、治療とともにサメが打ち上げられていた原因を探っている。昔のね。ほう、びくしょ。警備員用の銃がある。持ってく？どうやら弾が入っていないみたいだ。じゃあまあ意味ないか。弾を探せばいいんじゃない？イルカショーの道具くらいしか入ってない。なんか使えそうなものないかな。ダイビング用のスーツが入っている。黒のコーチジャケットが入っている。スタッフ用のジャケットみたいだ。めぼしいものはないか。すごい量の車椅子。誰かが持ってきたのかな。掃除用具が入っているみたいだ。魚の餌が入っているようだ。持ってってあげよう。餌あげたら元気になるかもしれない。海の生き物についての本がたくさん置いてある。ひび割れをね、ひび割れを乗り越えられないから。なんか何に追いかけられた時は気をつけないと。ひび割れを乗り越えられない。ご飯持ってきたよ。どうやってあげるんだろう。でもこれ水槽、水槽の上に隙間がある。餌をあげよう。お、元気になった。魚が元気になった。よかったね。ん？何してるの？魚が水槽の底の石を並べ始めた。器用だね、君。4。9。5。1。4951。4951。みんな、4951。キュッ。いけ。開いた。鍵が開いた。う、なになに。イルカ？イルカちゃん？やばいやばい。イルカだ。かわいい。私は何も持ってないよ。もしかして遊びたいの？そうは言ってもな。どこかに遊び道具とかないかな。さっきのロッカーかな。廊下。てきてってきてぃ。しましまのかわいいボールを見つけた。よしよし。ほーり、イルカちゃん。にゃそが、遊んであげよう。よいしょ、よいしょ。ほら、ボールだよ。えい。
これで遊んでなよ。ほら、これで遊べるでしょ。イルカって自分たちで遊べるんだ。頭いいな。かわいい。特に何もないのかな。セーブしとこ。こっち行っていけんのかな。戻らない方がいいな。にゅっ。何？あっちからイルカの声がした。どっちよ。あっちってどっちよ。いないわ。イルカがいないわ。あれ、さっきまでいたイルカはプールの底まで潜っちゃったのかな。いたわ。そこプールなの？あ、もしかしてさっきのイルカ、一体どうやってここまで、さっきのプールの底とつながってるのか。ほら、渡したボールで遊んでなよ。ん？もしかして背中に乗れって言ってるの？渡れなくて困ってたし、お願いしようかな。ありがとう。乗せてもらうよ。水が怖いのにイルカの背中に乗れるの、勇敢すぎ。偉い、ドルちゃんのために。はぁ、あ、落ちなくてよかった。助かったよ。じゃあね。SE がでかいのかな。 SE がちょっと、こうして SE ちょっと下げようかな。 80%。 ME って何？ ME の音量？ BGS？ ミヤゾーニャー。ミヤゾーニャーよくわからないんだ。日本語が理屈がわからないんだ。はいはい。ミヤゾーの耳はね、ちょっとね、不便でね、左はね、ちょっと大きい音がダメなんですね。なんでちょっと音をちっちゃく。 SE をね、なんど、細っ。そしてセーブポイント。そろそろ2番目とかにも作っといた方がいいかな。わー、綺麗。なにこれ、アジ、なんか1匹太ってるやついない？1匹どころじゃなかった。やばい、アジしか見てなかった。とりあえず下から行くね。おお、なんかドアの音。暗っ！げ、この部屋真っ暗だ。うかつに進めないな。一旦外に出よう。出れた出れた、よかった。出れないとかじゃなくてよかった。じゃあ上から。ん？ひっ！鍵がかかっている。これ、カードキーで開けるドアか。え？暗いのに？こっちに行くしかないの？ああ、行くしかないっぽ。ん？え？
穴？落とし穴があったってこと？へっへっはい、突然死してしまった、怖い。セーブしときゃよかった。でも何今の、怖っ。何も見えないって。開けられないというフラグを立てた状態でセーブして、でも持ってないよ、明かりっぽいものなんて。げ、この部屋真っ暗だ。迂闊に進めないな。一旦外に出よう。これ、この状態でもこうなるってことは、もうちょっと戻って、明かりになるものがあるってことかしら。あ、なんかさっきはこっち向いてなかったお魚が。じー。向こうの部屋、真っ暗なんだけどさ、何かいい方法知らない？賢いやん。知らんのかい？ま、そうだよな。ありがとうね、イワシくん。またね。イワシなんだ。ん？はい、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、1、2、3、覚えなきゃいけないのか。ちょっと待つがよいよ。これでいいか。オッケー。よっ。はい。4、5、6、1、2、3。左に1、2、上に1、上に2、上に3。左に1、左に2、左に3、左に4、左に5、上。よっ。ってことか。ありがとう、イワシちゃん。アジだって言ってごめんなさい。あ、みんないなくなった。あっちで、みんなで教えてくれてるのかな。あ、間違ってたらもう一回やることになるかな。まず、左に、1、2、3、4、5、6、上に、1、2、3で、左に1、2で、上に1、2、3、左に1、2、3、4、5、上。これで？見えないけど、この辺に何かがあるはず。あ、これ、なんだ？扉、みたいな。ランタンとマッチを手に入れた。ランタンがあった。これで。お、やった。はぁ、あ、これでやっと見える。電気くらい簡単につけられるようにしておけ。ふう、よかった。あゆと書いてある。
イカと書いてある。4匹の生き物の中心となるものは、日本語にしてカタカナで答えよ。いや、まだわからないなぁ。いや、ちょっと、あ、キャンセル？ん？え、どういうことや。何か入れないといけないんだな。ちょっと待って、じゃあ、待って。ああいう。ああいう。イカ。さっきあの落とし穴に落ちてしまったんだな。サザエ。サザエ。サザエ。え？ファー！そこに何もなかったはずだが？え？どういったことかね。1,2,3,4,5,6 こだった。1,2,3,4,5し、あで、フラグは立ててきておかないとまずいのかな。1,2,3,4,5,6だったけど、ずん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 、あ、そっか、一旦暗いなって言わないといけない。暗い方のフラグを立てるのを忘れた。お魚さんとおしゃべりしたらもう一回セーブしとけばいいのか。一旦これをやんないと、このフラグを立てないといけない。このフラグを立てて、お魚さんとおしゃべりして、で、ここで1,2,3,4,5,6,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,4,5上。オッケーオッケー。この状態でセーブしよう。あそこの探索でもう、あれは、なんか見れてなかったのかな、ちゃんと。1,2,3,4,5,6。あれ？ 6？ 一歩目が1なのか。はい、なんかさっき生きてたのに。なんでだ。逆になんでだ、さっき。さっきと同じことしてる。まあ、本棚に添えたな。うん、し、ここやな。1,2,3,1,2,1,2,3,4,5
って上。よし、はい。まあ、マチとランタンを持った状態で一旦戻った方がいいかな、もしかして。1,2,3,4,5 1,2,3 1。あ、でもこれで多分出れるから、このマッチとランタンの状態でセーブして置きましょう。あれ、魚の図鑑消えちゃった。向こうまで行かないといけないんだ。イカのとこあったもんね。イカ調べた。明かりをつけよう。あれ？ランタンとマッチ一回しか反応してくれんの？そんなことってある？こっちもキヤキヤしてる。紙切れが挟まっている。ん？鈴木シーバス、ん？伊勢エビ、うなぎ、サメ、海、ん？スズキ、フグ、イカ、ウナギ、アオ、ブルー、ブルーだな。シー、あー、ここか。あー、そういうことか。このど真ん中、ど真ん中のこのって言っても分からん。ここど真ん中見ると水、海で、こっちはブルーだねってことやね。ヒントだな。さっきの真ん中がどうこうって言ってたからな。とりあえずそれは分かった。オッケー。分かったが、なんかさっきここで死んだような。なんでだ。サメね。サーメと。よいしょ。ちょっと待って。さっきこの辺でなんかザクッとなったんだけど、なんだったんだろう。アユがいたから、アユ、スイートフィッシュ。そんな可愛い名前な。スイートフィッシュ。よいしょ。アユは川下りをするため、あゆる、落ちる、が語源になったと言われている。また一年で一生を終えることから人魚とも呼ばれる。ほう。とりあえずでもここ避けとけば大丈夫っぽいよ。さっき何だったんだ。サメ、シャーク、めちゃくちゃ何も書いてない。文章が黒く塗りつぶされている横に文字が書いてある。お前が憎い。ひょー、サメが憎いんか。サメに何か、憎みが？サザエのページ。ターバンシェル。ターバンシェル。
日本では食用貝として有名。殻は大ぶりで10センチ以上にもなる。殻にトゲがあるものが一般的だが、ないものもある。ないものもあるの？そら知らなんだ。で、4匹もの、の生き物の中心となるものは日本語にしてカタカナで答えよう。スイート品種1234。スイートとスクイッドでしょとターバンフィッシュツナ TUTUNE ツナ日本語にしてカタカナで答えよう。マグロ？真ん中を取るとマグロ？あ、いた！やった！やり申した。ビアンコ水族館の年間パスポートを手に入れた。紙いるなぁ。紙を下から用意しないと。やった！年パスだ！これはビアンコ水族館の年パス。何かに使えるかもしれないし、持っていこうか。それにしても薄暗いな、この部屋。早く出よう。げ、ランタンの火が消えた。もう一回つけないと。よし、これで。え？そっちじゃダメだ！そっちじゃダメだ、スーズ！クリアナでも見るか。体長は3センチ程度、透明で美しい見た目をしており、まるで飛んでいるように泳ぐことから、流氷の天使と呼ばれる。頭の上に口があり、バッカルコーンと呼ばれる触手で餌を食べる。餌を捕まえるときには機敏な動きをする。ちょっと今私この本読んでるから、ちょっとどいていただけますかね。いやー、ミアが悪かったよ。ミアが悪かったよ。あ、また間違えた。ってくんの？やめてよ。あ、よかった年パス。これを見よう。わしは、ね、年パス初心者じゃけーの。あー、ちょっと待って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 、知らない知らない知らない。あ、ちょっと待って、読めなかった。読めなかったけどとりあえず助かった。え？ダメっぽくない？お食事中でいらっしゃいますか？クラゲの鍵が落ちている。拾いますか？はい。下半身がない。うん。ヤドカリは夢中になって人間を食べている。お邪魔しましたーい。あ、追われるのは変わらぬのな。ちょっと待ってくれ。私の持ってるのはクラゲの鍵。いやずるいよ。
私。あ、そうだ、シフトキーで走れるんだ。みやぞんシフトダッシュよ。あ、あ、早すぎて、早すぎて扱いきれません。即死。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ。違う、違うんだ、せいぜい許してくれ。私のせいだ。私が下手くそなせいで、よいしょ。だってこいつ、私の進行方向に来るんだけど、邪魔なんだけど。連発じゃーで、よっ、入る。お食事中失礼します。失礼します。上は食べないんですね。下から派なんですね。たい焼き尻尾から派みたいな。よしよしよし、これは鍵を使えるぞ。いけー。まだ追ってくんの。おお、まずい、行き止まり。吸い込まれた。え、え、何が。次回へ続く。いや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 、いや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 、何事？ああ、寒くて苦しいこの感覚。そうだ、12年前に小さい頃に海で溺れた時の。そう、こんな風にだんだん視界が暗くなっていくんだ。あの時は確か誰かが水面まで連れて行ってくれたんだ。なんだっけ、確か私は大きな何かに。あそこだ、小さい女の子が、に襲われてるぞ。これがトラウマなんだね。助けろ、早くしなきゃ、あの子食べられちゃうわ。やめて、そんなことしないで、死んじゃうよ。その子も助けてよ、一人ぼっちで大きな海を旅していたのに。誰か助けて、死んじゃいや、私はいいから、その子を早くお願い。命の恩人など、お願い、お願い。あれ、でっきいクラゲになったでござる。
私はクラゲだったの？クラゲならいいっす。帰ってった。クラゲはいらんです。肉がいいっす。うん、あ、戻った。肉になった。助かったのか。はあ、よかった。何だったの今の。ヤドカリの鍵が落ちている。お迎えですな。まだおるんか。いやいや、ここは何もないのかな。何もないの。まだいるのかな。お腹空いてるんか。ここ大丈夫かな。どうなったんだ。もう入りたくない。まあそれはそう。まあそれはそう。よかったよかった。 HP 回復しないのかな。増やしとこ。突然ヤドカリに襲われたりクラゲになったり、これは現実なのかな。体力を回復しますか。はい、やった。亀ちゃん、セーブして、セーブセーブ。ふぅ、ありがとう。なんかピカピカ光ってるクラゲさん。この水槽には入れるのかな。あ、はい、じゃあ触れてみます。うん、何も起こらない。気のせいだったのかな、さっきのは。はい、進みます。うん、ここまで来ても誰もいない。それにあの化け物みたいなヤドカリは一体。お腹が弱いってクリスちゃん言ってました。ルルはどこなんだろう。無事でいて欲しいな、ルル。そうだよな、ルルちゃんも追っかけられてたら間に合わなそう。ん？どっち？右？左？左かな？左に逃げるのかな？いやー、動かない。またもうしつこい。伏せてください。誰？誰？探しましたよ、スーズ様。あなたは？よかったよかった、クリスちゃんだった。ふう、合ってた。クリスさん。ご無事で何よりですわ、スーズ様。どうしてここに？話は後です。逃げましょう。はい。よかった。でもこやつが犯人かもしれんぞ、皆の者。クリスさんが犯人かもよ。ヤンデレでかもしれんよ。ここならさっきの場所よりは安全かと思いますが。助かりました。ありがとうございます、クリスさん。とんでもございません。お怪我はございませんか。はい、私は大丈夫です、クリスさん。さっきの銃って。
警備員の方がきっとヤドカリに襲われてお亡くなりになっておりました。拳銃を身につけていらしたのでご神用にと拝借していたんです。役に立ってよかったですわ。え、クリスさんその腕大怪我してるじゃないですか。止血しないと。大したことありませんわ。少しヤドカリに襲われただけですから。いえ、これはすぐに止血しないと。包帯探してくるので休んでいてください。スーズ様、ありがとうございます。とっても頼りになりますね、スーズ様。よし、包帯を探そう。その前にセーブしよう。え？この水槽は雰囲気が違う。さっきヤドカリに追われた時はいつの間にか水槽の中に引き込まれたけど、できるかな。ん？スーズ様、何をされるのですか？見た方が早いかな。やってみます。自分がびっくりしちゃった。え？スーズ様？あ、ロープなり、紐を手に入れたなり、包帯代わりになるかしら。止血だから縛れればよいんだもんね。他には何もないみたい。ぽかぽか。ぽかぽか。すごい。変身能力を手に入れた。はあ、できた。コントロールできるようになってる。どう？なっているのですか。私、夢を見ているのでしょうか。クリスさん、私、水槽に触れるとクラゲに変身できるようになったみたいで、この空間の力だと思うんですけど、何か役に立てられればって思います。申し訳ありません。驚いてしまって。にわかに信じがたいですが、今目の前で起こったんですよね。まるで魔法みたいですわ。まあ、私も全く理解できてないので。スージ様、お触りありませんか？はい、今のところ大丈夫みたいです。それならよかったです。スーズ様の身に何かあったら大変ですから。とりあえずこれで止血できないかな。ありがとうございます、スーズ様。少しここで休ませていただきますわ。ということは、あれ、まずはこの部屋を探してみよう。ん？あ、アイテムってそういえばあったの。アイテム。紐。人がぶら下がっても大丈夫そう。なんて怖いこと言うんだ。なんか、あ、うん、そう、封じ込じゃんみたいなことをするってことね。そういう感じね。はぁ、あ、びっくりした。あ、ここに何かある。穴がある。
下に続いているみたいだけど、このままじゃ降りられない。何か使えるもの、そうだ、さっき見つけた紐。なるほどね。くぐるものとかあるのかな、大丈夫かな。箱、すごい箱あるやんけ。んと、薬箱は左上から数えて1番から20番まである。包帯が入っているのは一つだけ。正解の右斜め上は偶数。正解の箱より上の数字をすべて足すと10以上になる。薬箱の色は白。どっちから数えて1とかなんだ。あれ、包帯入ってた。あれ、そういう感じなんだ。なるほどね。ただ単に、ただ単に運が良かった。ちょっとみんな見た？奇跡を起こしたわ。私奇跡を起こしたわ。これ本当にズルしてないよ。これズルしてないからね。すごい、すごいの。宮蔵ただただ運で一発で当てたの。クリスさん、包帯見つけました。腕出してください。ちょっとこりゃすごかったよ。わざわざありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。何言ってるんですか。クリスさんだって私のこと助けてくれたじゃないですか。お互い様です。スーズ様、お客様をお守りするのも水族館に勤める者の大切な役割です。ちょっと待って、ごめん、途中で笑っちゃった。ごめんね。あのね、お客様をお守りするのも水族館に勤める者の大切な役割です。わかるけど、水族館は普通こんなにヤドカリが襲ってきたりしないって。普通の水族館は血まみれにならないんだって。ここまでで何回か死なないんだって。ねえ、クリスさん、めっちゃシリアスなとこ悪いけど。クリスさん、普通こんな危険じゃない。はぁ、あ、スーズ様、あなたは私が守りますわ。クリスさん、 PV で出てきたいいシーンだったのに。落ち着いたところで早速なのですが、ここは一体どこなのでしょう。水族館でルル様を探していたら、いつの間にかこの空間に飛ばされていました。私と同じだ。この空間に来てからは、軍人みたいなやつとか、大きな化け物に襲われました。私も、ヤドカリや化け物に襲われましたわ。とにかく、出口を探しましょう。そうですね。ルル様もどこにいらっしゃるかわかりませんし。行きましょう。ルル、無事でいて。セーブしたかった。あ、よかった、セーブさせてくれ。無駄に一回食らってしまったな。あ、でも回復ポイントある。あ、これなんかさっき観光したとこじゃん。クラゲちゃんがいるとこ、よかった。キュピーン。
か、スケスケが歩いていた。スケスケだったけど、あなたもクラゲの仲間なの？まあ一本道だからこっちなんでしょうね。シュッ。え？私ちょっと暗がりにはトラウマが。ただ見えないだけならいいんですけど。襲ってきたりします？大丈夫です。あ、なんか見えたな。こっちかな。あ、うん、怖い。あ、そうなの。ちょっとじゃあクラゲちゃんになってみる。ふう変身が結構、特に何もなさそうだな。いけなかった。変身子孫、まあ、履いてみないとわかんない。うおー、変身の音が怖い。なれよ。ここも、あ、でも何かのヒントかもしれないもんな。なんか並びみたいなやつ、どうなんだろう。とりあえず何も落ちてはいなさそうかしら。この瞬間ってどうなっているのかしら。クリスちゃんは今いるんだよね。入れるとこがいっぱいある。ん？なんか紐がある。あれ、紐ホース。はい、紐を引っ張ってみましょう。キュッキュイ。クラゲの格好で、一体いつ使うんだよ。クラゲの格好でどうやって紐引いてるのかが気になる。入るで。眩しい。すごいあれだ、DVD になったら、この光が消えて見えますみたいな。眩しい光が。差し込んでる。でも何もないや。お紐があったのが一個横のところ。おぉ！って感じだったな。あそこになんか出口あるから。一旦音も出たらいいのかな？ん？これってダメージ受けるやつかしら。ピロピロしてるやつ。鍵がかかっている。扉にタコの彫刻が彫ってある。普通に自分の声で読んじゃった。タコいるけど、ここに。タコっぽいのいるけど。タコ、そのものじゃなくても、タコの形の、鍵があるってこと？タコを捕まえるにはタコ壺的な？壺いる的な？怖いなぁ。もう HP マックスまであるからいいか。チッス！タコさん、チッス。これは、ヒョウモンダコでしょうか？喋った。なんて言っているかわかりますか、スーズ様。いえ、彼らにしかわからない言語みたいですね。でも、食い物、鍵が食い物。食べ物をよこせって言っているのかな。スーズ様、この子が言っていることがわかるのですか？はい、なんとなく。
ひとまず食べ物を探してみましょう。タコが食べるものって何でござるか？なんか今赤くて光っているものが動いていたが、これこれ、あ、カニ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 、うん、カニがいる。こちらは磯ガニですね。名前の通り海岸に住んでいます。扁平な体は狭い場所に隠れることに向いています。雑食で海藻や魚などいろいろなものを食べます。天敵は鳥類やタコですね。あ、すみません、いつもの癖でつい。さすがクリスさん。ということでこれをタコちゃんとこ持ってったら食物連鎖ということですね。すまないね、すまないね。何をヒョウモンダコに与えますか？他にもあるのかな？ちょっと気になる。仲間、食べない。お前、ひどいやつ。え？風呂ぼっこになって、死に申した。あれ？どういうこと？天敵はって言ってたのに。タコちゃん。違うのね。天敵。仲間なんだ。ヒョウモンダコ、まあ、とりあえずおしゃべりしてだ。しまった。捕まえるとして、一旦セーブして、カニを捕まえるとして、クリスさんの解説を聞き流して、紐かな。紐関係なかったな。あ、イソガニは顔を横に振っている。なるほどね、カニちゃんを返してあげればいいのかしら。カニの恩返しかしら。ここじゃない。うん、どうしたの？イソガニは手の上でぴょんぴょん跳ねている。ここがお家だったのかな？うん。イソガニ。どうにもならんぞ。カニちゃん返してあげたいけど、そういうわけじゃない。どうすればいいんだ。帰れたのかな。めった出るか。
その隣もちょっと見ましょう。ここしか反応しないからここなのか。こんにちは。んー、なんか別に雰囲気違うとこないけどな。ぽよ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 。なんだろう、友達がいたりとか。おお、これこれこれかい。岩の下、岩の隙間に何かが隠してある。タコの餌を手に入れた。なんと、ありがとうカニちゃん。そのままズバリタコの餌を手に入れたぞ。これで安心だ。カニちゃんありがとう。これでボコボコにされることもないだろう。タコアタックすごかった。まだまだカニが与えられるのか。もうしません、ごめんなさい。こちらがタコの餌にございます。お前いいやつ。鍵だ。タコの鍵を手に入れた。やったら。イソガニはヒョウモンタコの壺に入っていった。仲間だった、友達だったのか。ごめんね、お友達食べさせようとして。それはミヤが悪かった、本当にごめんね。怖かったね、嫌だったね。あ、間違えちゃった。よいしょよいしょ。鍵が手に入ったから向こうに行こう。ほいっと。あー、びっくりした。あら、きれい。ふぅ、ブルちゃん無事なのかな。まあ、無事でいてほしいけど。ここもなんか疲れた？大丈夫かな？なんか、だんだん、言葉が喋れる、ん？言葉がわかるようになってる？ぽくない？クラゲに変身するに従って、なんか、科学の本がある。粉塵爆発。オタクが全みんな知ってるやつだ。小麦粉などの可燃性の粉塵が空気中にある一定の濃度を浮遊している。一定の、ん？ある、あ、空気中にある一定の濃度を浮遊している状態で引火すると引き起こされる現象。粉塵の空気中の濃度が薄すぎても濃すぎても燃焼が伝播しない。火を起こす前に風などで粉塵を一定の密度にする必要がある。最近話題のなんとかの、ん？チラウミの石？を知っていますか。まるでのように深く美しく、何でも願いが一つだけ叶うと言われており、プレゼントに最適です。なんじゃらほい。図鑑がある。提灯の先を喉裏に空気を、声帯を、獲物、ん？切った人間。教科書のように綺麗な字だ。あ、かゆう馬みたいな。誰かの古、誰かの赤い日記がある。ずいぶん古びている。お？漢字が読めない。体がおかしくなってきました。肉がちぎれるような
あと足が何かの生き物のようなものに変化しました。気を失い目を覚ますと元の姿に戻っていました。この繰り返しです。変化時、色、黒、白、その他ツルツルしているヒレがある骨のようなものが見える。少しずつが曖昧になってきました。かゆうま、本当にかゆうまっぽい。古いカルテがある。現病歴先天性色素欠乏症とかかな。一般的なクリーピーと比較して怪我の治りが異常に早い。左上腕骨骨折が半日で完治。経過観察とともに原因を究明する。身の危険を感じたら直ちに中止すること。教科書みたいに綺麗な字だ。斜め下の本と本を書いた人と同じっぽい。怪しい、怪しすぎる。なんでしょうこの紐。引きます。手がかりがないまま引くのは危険かと思います。ですよね。手がかりを探すか。さっきクラゲの時に引いちゃったけど。鍵がかかっている。食品庫と扉に書いてある。ん？ヒントね。全部読んだ気が。おや、本の間からメモが落ちてきた。二本の紐を一緒に。一本目はこの正面、二本目は迷路の水槽。なるほど。ここでクリスさんが引いてくれればよい。クリスさん、さっき見つけたメモなんですけど、二本の紐を一緒に引けって意味なんじゃないでしょうか。多分。スーズ様、あの文字が読めるのですか？いえ、全部は理解できないんですけど、断片的なら、なんとなく。一本目はこの紐、二本目は迷路の部屋の水槽の中、かと。さすがですわ。早速試してみましょう。二本目は水槽の中か。じゃあ私が迷路の部屋まで戻ります。クリスさんはこの紐を引いてください。わかりました。こちらはお任せくださいませ。お気をつけくださいね、スーズ様。じゃあ行くか。一応セーブするか。どんどんセーブポイントを増やしていく。さてさて。ここは迷路の部屋だっていう認識でいいんだね。よっ。で引かなくて大丈夫かな。よっ。何かが開いた音がした。どこかで音がした。食品庫。おお。毎回びっくりしても。食品庫のこれ動画が開いたって感じかな。じわじわ進んで楽しいね。とっといかわいいな。ん？暗い。やば。真っ暗。クリスさん！クリスさん大丈夫ですか？はい！大丈夫です。よかった。ちょっと待って、いる。
カメいる。いた。何？クリスさん、あっちの鍵開きましたかね？いえ、ここに鍵が落ちてきました。きっと扉の鍵ですわ。よかった。じゃあ、行きましょうか。ん？クリスさん？え？クリスさん、知って、さっきの声は一体誰が？スーズン様？扉が壊れかけてる。どうにかしないと。いや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 、そんなそんな。ちょっとちょっとちょっと、いけないのかな。あ、なんか拾っていかなきゃいけないのかな。途中で、さっきのお部屋、途中のお部屋で。粉塵爆発ね。してどうこうっていうのはどうすりゃいいんだ？ん？とりあえずあそこは小麦粉か何かだを取りに行くので正解っぽいわ。
あー、キーボードが。キーボードが使うのが下手。これ取る。取る。開ける。回復する。シフトと十字キーを一緒に押すのがすげえ難しい。鍵が取れねえ。オーマイガー。よいしょ。一回しか使えないのかな。まず鍵は手に入れるでしょ。お、たまたま何も食らわずにいけた。で、小麦粉取る。うー、食らった。持ち物は確か年パストランタンとマッチと、そして敵は扉の中で、そうだ、粉塵爆発。まずはこれしかない。壁にボタンがある。換気扇、これだ。最後、これを使おう。お願い。やり申したか？できた。助かったの。ああ、指つりそう。よかった。バカ者、逃げろ。さっきの。まずい。ここであいつらにも、ここであいつにも襲われたらかなわない。気をしっかり持て。もう少しで出てくるぞ。え、爆発音が聞こえたから駆けつけてみたら、面倒な奴に見つかったな。それにお前、本当に人間だったとはな。それはそうと、さっきの爆発音、一体何があった？私がやったんだけど、粉塵爆発。お前、来る。やっぱり倒しきれてなかったのか。おい。はい。お前、私と手を組め。はあ？この空間から出るまで私と手を組め。そんな突然、敵か味方かわからないような奴に手を組めとか言われても。この状況が分かっていないのか。ここで死ぬか、ここから逃げるか、どちらがいいかと聞いている。お前が選ぶんだ。私か。ああ、もう、わかった。わかったよ。君と手を組むよ。その代わり、私と、ルルを
ここから出して。強い、とても強い。ようやく刀に塗った睡眠薬が効いたか。かっこいい。私の名前はレトロ。今からパートナーになる者の名だ。覚えておけ。お前の名は何だ？スーズ。私はスーズ。ルルを、親友を助けに来た。ではスーズ、お前に再度問おう。私の力だけではここから出る方法を探すには限界がある。お前の力だけでは生き残れない。スーズ、お前の頭脳を私に貸せ。その代わり私がお前を守る。この空間から出るまで私と手を組む。異論はないな？ない。親友と一緒にここから出たい。ふん。いいだろう。ではスーズ、行くぞ。あいつが目を覚ます前に体勢を立て直す。私のことは好きに呼べ。じゃあ大佐で、大佐で、なんかこう軍人っぽいから、大佐。そのバカにしたようなあだ名はやめろ。好きに呼べって言った。それ以外なら好きに呼べ。それはやめろと言っている。大佐。貴様、覚えてろよ。なんか、切り良さそうかな。こんな感じかな。これは誰？誰の声で呼べばいい？え、どうしよう。これさえあれば目的は達成する。早く、早く。ここでセーブ、次のセーブポイントで。じゃあちょっと一旦今日はおしまいにしようかな。レトロさんと新しい冒険が始まりそうだからね。いやちょっと待って、クリスちゃんのさ、まあ、後ほどにしよう。ひとまずこの状況を理解したいだろう。落ち着ける場所に向かう。死にたくなければおとなしくついてこい。態度でか。はーい。って、あれ？年間パスポートがない。何やってるんだこんな時に。仕方ないでしょ、うっかり死ぬところだったんだから。あれがないと開かない扉も多い。ただ戻るのは危険すぎる。こんな時に落とし物とは不用心だぞ。すいません。貴様な。うん。
何さ突然。イカだ。ん？かわいい。お前は。げ、あれ、私の年パス。か、返して。逃げた。奴は周りの色、ん？奴は周りの色に溶け込む。急いで捕まえるぞ。はい。次から次へと何なのもう。セーブもじんとくだっちゃい。超いい、いいとこ、いい感じだったのに。私は先回りする。お前はあいつを追え。ちょっと。さっきまでついてこいとか言ってたくせに、放置かよ。大佐のくせに。あ、セーブポイントだ。探し物をしているのか。ほぼほぼもう読めてる。え、悲しい。ちょっと待って。はぁ、このセーブずっと取っとこう。クリスちゃん、悲しいよ。はい、というわけで、今日はちょっとこの辺で、次回、年パスを取り戻すところからやりたいなと思います。めちゃくちゃ面白いね。ちょっと、どうしたらいいの？じゃあちょっと一旦終了するためにこうして体感するか。はい、というわけで今日はアクアリウム踊らない1回目やらせていただきました。衝撃クリスちゃん、はひえ、お疲れ様でした。ありがとうございます。大佐はレトロさん出てきてめちゃくちゃなんかスージュちゃんの態度が砕けているというかねえ、面白かったね。ちょっとね、あの二人人気あるっぽいけど納得ですね。はい、ありがとうございました。見守ってくださって、いやー怖えの、でっかいの追っかけてくるの。いやー、キーボード、コントローラーをね、今、見やそう。見た目上はコントローラー握ってるんですけど、ずっとキーボードだったんで、指まじつりそうです。はい、難しい。シフト押しながら、十字キーをいじれないよ。難しい。もう一本手が欲しいです。でも、絵がめっちゃめちゃ可愛いし、とっても綺麗で、すごく楽しかった。あー、これから先またどうなるかわかりませんが、まだね、なんだ？ PV に出てきてなかった子は出てきたけど、PV に出てきたけど、会ってない子はいるので、この先、どうやって出会うことになるのか、楽しみです。どうでしたかね。まあ一応ほぼほぼフルボイスでやらせていただいているので、ちょっとね進行自体はあまり早くないと思うんですが、ぜひまた次回続きも見に来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。いやーすーごいびっくりした。結構目に焼き付いとるクリスさんが。いや誰やねん。じゃあ私が喋ったのはすごく良かったです。 ありがとうございます。嬉しい。アニャス、アニャ、アニャシラさん、ありがとうございます。はぁ、楽しかった。そうだよね。あの、年パス別にスーズのでもなかったよね。スーズが拾っただけだからね。一応私が持ってた年パスということで。確かに。
でも裏面見たらね、あの名前とか写真とか本当は貼ってあったりとかするんじゃないかなと思ってるんだけど、つまり誰のか分かるのではという気はするんですけど、それもなんか伏線になっているかもしれないですね。ね。ね、トイちゃんも最初にちょっとやべえ形で出てきた後、その後会ってないかちょっと心配なんですけど、どうなんだろうね。私お茶を用意して一口も飲まないままのめり込んでやってました、2時間半。おいちい。やー、うん、こんな素晴らしいフルボイスゲームを見るとか最高ですよ。わー、丸一さんありがとう、嬉しい、やってる甲斐があるよ。次回ね、今週は、祝日の日があるので、その日にやれたらいいかなと思います。20日かな？また、ぜひ見に来てください。私、結構、なんだろうな。ルルちゃんとスズちゃんがこれまでの、なんかこう、仲良しトークとかもね、聞きたいなと思っています。ルルちゃんすごくスズちゃんにとって大切みたいだけど、スズちゃんからするとルルちゃんはなんか、ルルちゃんからするとスズちゃんはあのいつもルルの行きたいとこに付き合ってくれてって言ってたから、でも スズちゃんはルルちゃんがとっても大事みたい。そこもちょっと気になる。掘り下げていってくれるといいな、楽しみだな。意外とアクション系でしたね。ほんとだよね。ちょっとみんな、もしこうあのイライラとしちゃったらごめんね。また書いとこうかな。あのアクション下手なんで、ちょっとあの多めに見てくださいって。頑張ってるんだけど。慌てると余計操作が下手になっちゃう。また広い心で見守ってください。みんなありがとう、いつも私の下手っぴプレイを見守ってくれて、みんなのこと大好きさ。ではでは、また次回楽しい水族館でお会いしましょう。怖いね、でもね。もう次は何に襲われるのでしょうか。怖いです。特にちょうちんあんこうとかに紹介されてなかった気がするし、最初にクリスちゃんにもまだいるんだろうな、きっと。気になっています。ではでは、また次回。ぜひ続きも見に来てください。ではでは、また次の配信でお会いいたしましょう。今日はありがとうございました。またね。クリスちゃんが黒幕なのでは、そう思っていた時期が私にもありました。衝撃だった。夢に出そう。みんなも可愛い動物とかを写真とか、まもなくの写真とかブログに貼ってあるから見て、ちょっと心を癒してからお布団に入ってください。私も猫ちゃんなでなでしてから寝ないと寝れない。こんなの恐ろしくて寝れない。夢であってほしい。あー、剣が気になる。次回もよろしくお願いします。はぁ、何万だ。安らかに眠ってください、クリスちゃん。おやすみ。